ております、辻めぐむさんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、辻さんは2003年に、民主党から出て当選され、2009年も、当選、2012年未来の党からも国政チャレンジされました。で、民主党では副幹事長まで、上り詰められまして、永田町のいろんな、事件を見てこられました。で、今は普段は弁護士をされてまして、小沢一郎さんを冤罪に導いた、弁護チームを影の立役者としてサポートされたという方で、はい、この世の中をひっくり返す力を持ってるんではないかと思って、私も応援させていただいております。こんにちは。こんにちは。はい、突然ですが、今回出馬を決められたということなんですけれども、どういう思いでその出馬を、決定されたのかという、今回の出馬の思いをぜひ教えてください。そうですね、自民党の中には安倍路線に対して反対している人たちもいる、公明党も賛成しているわけではない。しかし、その安倍政権のやり方に対して政権与党の中では批判を出せないような雰囲気がある。で、一方で野党の側でも結局は、維新民主をはじめとした野党統一で、自公に戦おうというふうにしているけども、じゃあどういうその安倍政権に代わる日本の未来を作るのかということのイメージは全く出ていないんですよね。で、安倍政権の側は僕は間違ってると思いますけども、その戦前の日本に回帰すると、敗戦前の日本のやり方は間違ってはいなかったんだと。で、今の日本は、それを自虐視観で、その間違ってたとかいうような従軍慰安婦問題もそうですけども、そういうことで自信を失ってると、それじゃいけないんだと。だからこれは歴史修正主義、ポツダム宣言で戦後の日本、世界の体制は出発したんですけども、そのポツダム宣言を否定するようなことを、その安倍政権は言って歴史を修正するということで、アメリカも含めて世界からソース感を食ってるわけなんですね。だからそういう政治をなお続けようとしていることに対して、じゃあ野党の側はそれおかしいと、そういう歴史観なり、そういう日本の未来像ってのは間違ってるんだと、こうあるべきなんだということを提示できてないんですね。選挙でとにかく事故を減らせばいいというようなことで、だけども私が見るには、来年に集団的自衛権のにをめぐって自衛隊法の改正とか関連法案が出てきたときに、維新は賛成しますよ、自民党と一緒に賛成するんですよ。で、民主党だってはっきりしない、2つに言われる可能性だって十分があると。だから本当の争点をめぐって、実は今回の選挙は戦うようになっていないというところが問題で、そういう本当の争点を提案する、日本の未来がこうではないかということを提案する候補なり政党があまりいない、ほとんどいないという中で、やっぱり私は自分の考えをちゃんと示すことが政治家として私のやっぱり使命なんだろうと、こういうふうに思って、立候補を決意しました。辻さんが考えられる本当の争点っていうのは、どういうところが今回の選挙の争点なんですか？2つあるんですけども、1つはね、例えばその集団的自衛権の問題もそうだし、秘密、特定秘密保護の問題もそうなんだけども、国家を守ろうという考え方で、経済の問題についても結局はその円安で株高でというのは誰のためなのかと、その大企業が200兆円儲けたと内部留保していて、だからそれは働く人たちの賃金に回っていない、消費の側に回っていないわけですよね。で、結局政治の問題もそうだし、経済の問題もその国がその利益を上げると、国が大きくなって利益を上げれば、それがその国民の側にも徐々に回る可能性があるんだということなんだけど、個人よりも国民が優先した考え方、政治、それが安倍路線なんですね。で、それに対してやっぱり個人が重要なんだと、
子供たちにしても女性にしても高齢者の人たちにしても不安がってるわけですよ。国民の生活を守るっていうことが政治の役割なんであって、そういう意味では個人を大切にする政治にやっぱり変えなければいけない、私はそう思います。で、2002年に日本はもう人口が減少する社会になって、右肩上がりの経済成長、経済がどんどん拡大をしていって、経済が拡大して利益が拡大すればそのおこぼれでみんなが幸福になるというのが戦後の日本の高度成長のシステムだったんだけど、そのシステムはもう成り立たない状況になってるわけですね。だから限られた富を奪い合うような、今どん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 格差が広がって1200万人が年収200万円以下だって、生活保護の世帯が200万所帯を超えてる、勤労者6000万人のうちの2000万人は非正規労働者なんです。正規労働者っていうのは3分の2なんです。これもどん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 減っていくような状況になってます。だから若者も含めて、昔は一億総中流ということで頑張ればいいことがあるかもしれない、だから今を我慢して一生懸命努力しようというふうすれば報われるかもしれないと思いが持てたんですけど、今持てないわけです。だからそういうのでみんな何を絶望してるわけ、目の前のことしか自分のことしか考えられないような状況になってる。日本人は本来やっぱり勤勉で人に優しくて健常の美徳とかいうようなことも含めてね、私は非常にいいところがあったと思うんですけども、衣食足りて礼節を知るという言葉があるけども、やっぱり自分がちゃんと生活をしていける、200万じゃ結婚して子供を作れないんですよ。少子化はその作れないんですよね。だからそれは政治の責任です。だから個々の人々がちゃんと安心して暮らせるようにシステムを変える、経済の在り方も変える、政治の在り方も変える、それが今求められている日本の進むべき道だ。その道をちゃんと提案する政治が今ないんです。自公がその減らさないといけないということで、民主党、維新、その他の政党が今野党で選挙協力、はっきり言ってそれぞれが住み分けて自分たちが当選しやすくするような、そういう動きだと私は思いますよ。だじゃあ自公に代わるその未来像、政治の在り方や社会像を統一して示しているかというと全く示していないわけです。で、先ほど申し上げたように国家を優先する考え方を維新は基本的にそうなんですよ。だから来年の集団的自衛権を具体化する自衛隊法改正とか賛成しますよ。民主党だってはっきりしないです。消費増税を一番言い出したのは民主党政権なんです。私は民主党に属していましたけども、こんな国民の期待を裏切るような民主党ではダメなんだということで、最終的に民主党を私は離党して、新しいもっとまともな政治ができるような勢力を作ろうということで離党して今日まで2年間頑張ってきました。だから残念ながらまだ形にすることができない、そういう中で突然の解散総選挙だから、だからそういう意味ではちゃんと戦う基盤なり力なりまだ持てていない。だけど選択肢が不毛な選択肢しかないわけですよね。だから国民の皆さんは、いやどっちにも本当の意味で俺らの未来を託せる政治じゃないなっていうふうに多分思っておられるんじゃないかと思うんですよね。これは政党政治に対する失望、絶望につながるわけなんです。やっぱり1932年にナチスがやっぱりその何回もあの32年33年に3回ぐらい国政選挙を繰り返してるんですよ、ドイツでは。でその中で結局はそのワイマール憲法っていう今の日本国憲法の元になるようなね、その要するに生活保護をしなければいけないとか社会保障を充実しなければいけないというような社会権と言われる権利を認めた一番進んだ憲法がワイマール憲法になったんですけども、それが空洞化をして全権委任法というそういう法律で憲法を置いたままどん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 現実が悪化していった。それと同じような状況が
今回安倍政権が勝てば進むかもしれない。じゃあその選挙協力の民主党と維新が頑張れるかってそうじゃないんです。これ絶望的ですよ。そういう構造に対してちゃんと戦える頑張れる政党勢力を、私はまあリベラルという言葉は必ずしも中身がはっきりはしていませんけども、国家よりも個人を大事にする、国よりも人々の生活を大事にする、戦争はやっぱり国家が行うものであって、平和は国民を大事にするために守らなきゃいけないものである。だからそういう内容をちゃんとした政治内容として提案する、そういう政治家として今回やっぱり頑張りたい、そういうふうに思ってますね。そういう内容を本当に理解していただけるように、まだまだ言葉がちゃんと熟しきれていない、具体的なイメージで伝えることはまだまだできていない、勉強もしなければいけないし、もっといろんな皆さんとの、本当に交流をして、やっぱり これからの3年5年が日本のね未来を決める勝負だと思うんですね。だから5年のそういうその期間の間にどういう本物の勢力政治を作るのかっていう、それのやっぱり提案をするために私は立候補しました。先ほど民主党の先般6人衆っていう話をされてたと思うんですけど、私たちがね政党政治にこう普通の主婦とか市民が絶望している一つの原因が、政権交代したのにああなっちゃったのっていうことなんですよ。でそれは、だからといって政治を諦めたくないので、こういうムービーも撮って少しでもマシな状況にしたいなということを思ってるんですけれども、さっきおっしゃっておられた、野田さん、前原さん、枝野さん、あすみさん、現場さん、あと岡田さんだ先般6年衆の失敗と民主党のここがいけなかったっていうこと、よかったら教えてもらえませんか。いやだから2009年の政権交代っていうのは民主党が正しいから政権交代ができたんではなくて、それまでの政治が本当にもニッチもサッチもいかない、現実に対処できないから、やっぱ違う形で政治をしてほしいという期待がその時の民主党に集まったから政権交代できたんです。でその時民主党が言ったね理念は今でも僕は間違っていないです。で、まあ、一つはその脱官僚依存ということを言った。官僚が縦割り行政でがんじがらめに全部行政を支配してるわけなんですよね。でだから例えば食の安全とかいうふうに言っても、その農水省は、どういう食物を作るのがいいのかとか、だけどそれはその販売をするときにどういう規制を加えるのがいいのかっていうので、経済産業省が、やっぱり意見を言うわけです。あと消費者の立場に立ってこれはもっとちゃんと食品の表示をはっきりしてほしいとかね、それ消費者庁という省庁がある、それぞれの省庁があって全部バラバラなっていうか違うそれぞれの切り口で言うから、結局それがぶつかり合っていい加減なところで全部終わってしまうわけです。だから本当に国民の立場に立ってどうするのかという時に、そういう省庁の縦割りの行政を全部取っ払って、本当は何が重要なのかということを政治主導で実現しなきゃいけないということを民主党は言ったんです。それが脱官僚依存という考え方なんです。で私は基本的に正しいと思うし、それから税金の使い方にも公共事業に使って景気を上げれば収益が増えて、それがおこぼれが国民に回ってくるっていう考え方だったけども、そういう右肩上がりの経済成長っていうのはありえないから、そうじゃなくって、これは伊藤光晴さんという人が今もアベノミクス違反ということで本当に立派な本を書かれているんですけども、やっぱり国民の暮らしに注目して国民の所得をちゃんと増やすんだ、公共事業で投資をするんじゃなくって、だからやっぱり国民の所得を増やすために、例えばその民主党はあの時に子ども手当で
本当に子育てを社会の要求として子育てを支援するんだと、高校授業料の無償化もするんだと。それまでの政治はそれは自分全部自助努力の問題だから自分の責任でやりなさいと、自由競争で責任を持ってやりなさいと。でダメな人は本当にダメな場合にはその生活保護とかで救ってあげますけどもっていうような話だと。そうじゃないんです。人々の生活をちゃんと支援するような施策で税金を投入するのが政治の役割なんだということを民主党は言ったんです、うん、だからそういうような理念は正しかった。だけど政権交代のあと3ヶ月4ヶ月でそれをひっくり返すような大同団結の力が作られてしまったんですね。でそれは鳩山さん小沢さんに対するその政治と金の問題だと。私は弁護士で小沢さんに対する問題っていうのはこれは全くの冤罪であってね、作り上げられたことだというふうにもう見抜いたし、だけどマスコミはそうじゃないわけですよね。でそういうのを巧みに使って結局はその官僚政治を変えよう、これまでの経済政策を180度変えよう、それの指導を力を持ってるリーダーシップを持ってると思われた小沢さんと、その小沢さんの下で政権を担っていた鳩山さんを壊すことが、元の世界に戻すことができるんだという攻撃だった。で結局1年も経たないうちに菅直人、そして野田佳彦で変わった。彼らはシロアリ退治で税金の無駄を省くことを抜きに消費増税はしないと言ってたのが民主党だったわけです。そんな話を全部放り投げて消費増税が大事だって突然菅直人は言い出してますよね。で今の集団的自衛権行使すべきだっていう、これは日米ガイドラインを見直すっていうのは野田政権が言い出した。で特定秘密保護法案も野田政権の時に戦国元官房長官の下でそういう研究会を開いて秘密保護を作るべきだって言い出したんです。原発の再稼働も2012年の5月6月大井の再稼働も野田政権がやった。民主党はじゃあ何なのか、政権交代で今までのしがらみの政治を180度変えるんだということで出発したのに、はい、全部変質してしまったわけですよね。その延長が今なんです。そういう民主党の変質を主導したのが6人衆です。なるほど。本当は7人衆なんだけど7人衆のうちの1人は落選したんです、戦国さんは。だから6人衆なんです。なるほど。でその人たちが今自民党と対決するって言ってるけども、じゃあ自民党政治のどこ変えるんですか。官僚主導であなたたちも屈服して消費増税とか言うなりに全部やってきたんでしょ。でそういう人たちが野党で今 対抗しようとしてるけども、この中に国民の皆さんの2009年の政権交代に託した希望を見出すことはできないでしょ。そういう勢力が全部潰されてきたんです。だからリベラルという言葉でしか今表現できないけども、そういう仲間がたくさんいる。この関西でもおとつい京都1区の平智之、そして大阪8区の、服部良一で、大阪9区の私の3人で関西からリベラルのそういう戦いを作っていこう。でそれは協同組合や労働組合や市民運動をされている心ある方々と支えられて一緒に新しいうねりを作ろう。で今回の選挙は選挙として戦い切った上で、やっぱり次の選挙、その次の選挙で本当に日本を未来を築くような新しい塊、国民の皆さんに提言できるような新しい政治をね、現実のもの、目に見えるもので作り出していきたい、そういう思いで今活動してます。ありがとうございます、はい、あと今回解散の正当性についてどう考えますか。解散の臨時国会でね、結局国民の世論を二分するような問題と2つあったんです。
集団的自衛権を7月1日に解釈改憲と言われるように閣議決定をした。過半数が反対してますよ。で原発の再稼働も過半数が反対してるんです。だけど9月に召集された臨時国会で安倍首相はそのことについて触れないで、女性を大事にしようとか地域創生だとかいうふうに言ってきたと。で今回の解散についても消費増税を一旦ね、その、来年の10月を、中断して繰り延べするということを言ってるけども、消費増税を繰り延べすることに国民の大多数は賛成してるわけです。今値上げすべきじゃないと、景気がもっと悪化するんだと。だから理由にならない、大義名分のない選挙なの、解散なんですね。なのになぜやるのかというと、直前その世論調査では安倍政権の支持率はどん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 下がって 42.3%、 不支持率は 37.8% になって、アベノミクスなんていうのは全くその国民の生活のプラスになってないわけですね。雇用も拡大をしてないし、実質賃金も増えていないし、本当にそういうような状況で、これ以上新たに打ち出す支持を得られるような政策はないというときに、民主党がその国民の審議にかけないで増税をしたのはおかしかったの。で自分は国民の意見を聞くんだというへりくつで、それで支持を得られる得ようとしてものすごく欺瞞的ですよ。それで解散をした。だけどこれ解散してね、関数を取れば何がやりたいのかというと、来年以降集団的自衛権の改正であり、原発の再稼働の問題であり、戦後レジームからの脱却と言ってるんですね。戦前の日本は間違っていなかったんです。国家を大切にしよう、国家をもっと強めていこう、そういう政治を、その今回の選挙で勝てば白紙任を取ったということで、一挙に4年間自由にやれるんだということでやってくるんですね。だからそういう意味で今回の全くその国民を愚弄しているし、議論抜きに、まあ、大体その国会の、審議をご覧になった皆さんはお分かりだと思いますけども、すぐ切れて相手のことばっかり感情的に文句ばっかり言ってるんですよ。自分が国民に直接訴える中身も信念もないっていうことが明らかになってる。ものすごく不幸な状態が今の状態で、でそのなかなか野党の側もさっき申し上げたようにね、国民の皆さんの支持を得られるようなイメージを出し得ていないから、どっちもどっちだっていうふうな受け止め方だから、安倍政権が存続する可能性があるんですね。だけども先日の世論調査では安倍政権不支持率の方が多くなったんです。仮に今回の選挙で多少安倍政権が存続するということになったとしても、支持率上がらないと思いますね。だから早晩もう一回国政選挙になるし、早晩皆さんが本当に真剣に日本の未来を考えなきゃいけないというような状況に直面すると思うんで、その時に本当にきちっとしたものを語れるような、そんなリベラルの勢力を本当にきちっと一日も早く作り出したいな。やっぱりこの2年間私は私なりに頑張ったけども、やっぱりもっとやれることはいっぱいあったかもしれないし、もっと努力すべきだったし、そういう思いもあるんで、そのことを本当に真剣にちゃんと訴えていきたいなと思います。分かりました。明日も朝茨城市の駅前で、はい、演説される7時から、はい、7時からされるそうです。あと、大阪6区は茨城市池田市9区ですよ。ごめんなさい、大阪9区は、茨城市、池田市、箕面市、能勢町、豊農町です。ぜひ皆さん10万票集めたいということなんで応援してください。よろしくお願いします。
辻さんどうもありがとうございました、はい、頑張ります。これから、はい、ボランティアとか募集してらっしゃる、ボランティアぜひお越しください、はい、ぜひ事務所が阪急茨城市駅のすぐ近くですので、ぜひお越しください。はい、あの今回ね、今まであのこの前の選挙では出てた緑の党とかも出てないし、山本太郎もあの応援する候補者出してないですし、三宅裕平さんとかも出てないし、じゃあ誰を応援しようかなと迷ってる方たくさんいると思うんですけど、各地各地でこの人いいじゃんっていう人をちょっと捕まえてお話を聞いて盛り上げていけたらいいなと思ってますんで、白紙とかはやめてちゃんとあの候補者の名前を書いて、応援してください。じゃあ辻さん頑張ってください、はい、頑張ります。またお目にかかりましょう。よろしくお願いします。